はい、皆さんこんにちは、頑張りますスタジオと申します。皆さん AI スピーカー使ってますか？最近は各社からいろんな AI スピーカーが出ています。しかし僕は AI スピーカーにはあまり興味がなく、使いどころが見出せないというのもあり持っていません。でもこの間 Amazon のサイトを見ていたら、車用の AI スピーカーが新発売されるという情報を見て、僕が最近 CX30 に対してすごく不満に思っていることが、これにより解決するのではないかと思い、購入ボタンをポチッとし、本日届きました。それがこちらの Amazon Echo Auto です。本日の動画はこの Amazon Echo Auto を CX30 につけてみて、僕の不満が解消できるのかを試してみようと思います。こちらが今回紹介する Amazon Echo Auto です。まず Amazon Echo Auto とは何かを簡単に説明します。 Amazon Echo とは Amazon の AI スピーカーで、それの車版です。スマートフォンやタブレットを経由して使用します。つまりスマホやタブレットのデータ通信料は都度かかるということですね。スピーカー本体は車のエアコンの送風口に取り付けて使用するみたいです。取り付けられる送風口と取り付けられない送風口があるので注意してください。 USB から電源供給ができます。 Bluetooth で接続しますが、車に Bluetooth がない場合は外部入力でも接続可能です。使用にはあらかじめ Alexa アプリをスマートフォンやタブレットにインストールする必要があります。あとは通常の Amazon Echo と同じ機能が使えるみたいです。と、説明はこれくらいにして、まずは箱を開封してみたいと思います。はい、箱を開けるとこんな風になっています。箱に入っているものを紹介します。説明書、説明書は横長で、こんな風にいろいろ情報が書いてあります。外部入力接続するための AUX ケーブル、電源供給のためのマイクロ USB ケーブル、エアコンの通風口につけるためのアタッチメント、この部分がマグネットになっていて、本体と簡単に取り外しができるみたいです。USB 電源ソケット、これが入っているので、車に USB ポートがない場合でも電源ソケットがあれば USB をつけることができます。そしてこれが本体です。すごく小さいです。手のひらサイズですね。では袋から出してみたいと思います。ボタンが2つあって、真ん中には Amazon マーク、なんか笑ってる顔みたいで可愛いですよね。このボタンはマイクのオンオフ、このボタンはアクションボタンといって Bluetooth のペアリングやリセットなどに使うみたいです。そして穴がたくさん開いていますが、こちらは全部マイクで、どんな雑音の中でも声を拾ってくれるみたいです。ここは LED で動作時に光るみたいです。横には AUX ケーブルとマイクロ USB ケーブルをつけるところがあります、といった感じです。ちなみに冒頭で僕が CX30 で最近不満に思っているところがあると言いましたが、それは Bluetooth で音楽を聴くときです。僕は Amazon Music Unlimited に入っていて、スマホから Bluetooth で音楽をストリーミング再生しながら運転をしているんですが、運転中はいいんですが、車を止めてエンジンを切ってお店や職場に行って再び車に戻った時に、 Bluetooth 自体はすぐ接続してくれるんですが、音楽が再生されずロード中に固まってしまって、その度にスマホから操作しないといけないのがすごく面倒なんです。もちろんその時は Amazon Music アプリは立ち上げたままにしてますし、長時間乗っていない場合はまだわかりますが、ちょっとコンビニに寄っただけでも再びエンジンをかけた時にロード中のまま固まってしまい、マツダコネクトの操作ボタンから再生しても一向に再生されないことが結構あるんです。でもこのエコーオートを使えば声で操作ができるので、煩わしい操作なく Amazon Music が再生できるのではないかと期待しています。僕の理想としては、車に乗り込んでオーディオが Bluetooth の状態であれば、声で音楽を再生してって言えばすぐ再生してくれるという風になれば万々歳って感じですね。ということで、これを車に設置して実際に使ってみたいと思います。はい、 CX30 の車内にやってきました。それではエコーオートを接続していきたいと思います。
先ほども説明しましたが、ここがマグネットになっているので、こんな風に簡単にくっつけることができます。そしてちゃんとしっかりくっつきます。それではこちらをここの送風口につけていきます。こんな風につきました。そして USB ケーブルをつけていきます。車の方はコンソールボックスの USB につけていきます。こんにちは、では始めましょう。スマートフォンを安全に操作できるときに Alexa アプリで新しいデバイスを追加してください。はい、エコーオートが起動しました。それではこちらの Alexa アプリで接続設定していきます。セットアップが終わりました。はい、無事セットアップが完了しました。それではアレクサにいろいろ話しかけてみたいと思います。アレクサ、今日は何日？今日は2020年10月4日です。今日の天気は？現在の天気は曇りで、気温は摂氏18度です。今日の予報は曇りで時々雨が降る可能性があります。予想最高気温は19度、予想最低気温は11度です。今日のニュースは？どのニュースメディアのニュースを聞きたいですか？ NHK ニュース、テレ朝ニュース、ヤフーニュース、日経新聞などから選んでください。ヤフーニュース。ヤフーニュースから。新型コロナウイルスに感染し入院したアメリカのトランプ大統領について、メドウズ大統領首席補佐官は3日、アメリカメディアに病状は予断できないとして、次の48時間が非常に重要だとの認識を示しました。気分の上がる音楽をかけて。 Amazon ミュージックでパーティーポップステーションを再生します。カレーのレシピを教えて。クックパッドがお答えします。カレーですね。ヘルシー炒め油なしカレーを作りますか？作ります。わかりました。材料は玉ねぎ、じゃがいも、カレールー、生姜などです。このレシピの手順を読み上げることもできます。その場合は、富士山の高さは？富士山の標高は3776メートルです。はい、このように質問をするとアレクサがちゃんと答えてくれます。今はアレクサアプリを立ち上げている状態なんですが、アプリを閉じた状態でも反応してくれるか試してみたいと思います。アレクサ、ちょっとお待ちください。スマートフォンへの接続を試しています。アレクサ。すみません。エコーオートとアレクサアプリの接続が切れました。スマートフォンを安全に操作できるときにアレクサアプリを開いてください。やはりアレクサアプリを事前に立ち上げておく必要はあるみたいです。それでは、試しにアレクサなんですけども、アクセラって言ってみたら反応するか試してみたいと思います。アクセラ、アクセラ、アレクサ、今日は何日？今日は2020年10月4日です。やはりアクセラって言っても反応してくれないみたいです。アレクサ、マツダのアクセラって知ってる？アクセラはマツダ株式会社により2003年に発売された乗用車です。
1963年から販売されていたファミリアの後継車として登場しました。ボディタイプは4ドアのセダンと5ドアのハッチバックの2種類が用意されています。またハイブリッド、ガソリン、そしてクリーンディーゼルの3種類からエンジンを選ぶことができます。はい、アレクサがアクセラのことを教えてくれました。ではこれからドライブに出かけようと思うので、ドライブ中のアレクサの反応を見ていただけたらなと思います。それでは出発します。しりとりを始めましょう。しりとり、リス、スポンジケーキ、キツネ、アレクサ、ダジャレ言って。私の好きな食べ物はカレーです。なぜなら、この動画が良かったと思われた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日もお疲れ様でした。